はい、ということでね、今回はなかなか遠かったんですけども、ハードオフ筑波研究学園店さんに、来ました。それでは行っちゃいますか。藤田さん、はい、忘れてますよ。いいんですか。何忘れてる。富士どういうことどうもやってないですよ。あ、本当にこれを忘れるって人事ちょっと寒いからね、今寒いね、やんないですか。初めて寒いかもしれない、はい、それではどうも。やんないの。富士田です。歩き富士富士まさかのかの富士富士かな。富士富士行きましょう。一応ここでね、検温してね、藤田さん。あ、そうか、これ検温して、はい、あ、大丈夫ですね。はい、じゃあそしてこれアルコールテスト。あ、素晴らしい。ちゃんと感染対策もしてますよと。そうですね、はい。あ、あのレトロゲーム、あ、タイトル中強化すると。あ、来ましたね。どんなに古くても OK、壊れてても汚れが多くても OK。 ちょっと若干甘噛みしましたね。甘噛み様です、はい。じゃあちょっと待って、これでいいの、これそもそも。何ですか。ひび入り、DS 風のやつがひび入ってこう取れちゃってても一応買ってくれる。あ、でもそうです、それハードオフさん、それはもう。あ、そうですね、買ってくれますよ。いまだに CD もね、買ってくれるですね。あ、いきなりあるじゃないですか。そこにファミカセがもうありますよ。ありますよ。ドラケー2、550円。おパチコン330円、はい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 、クルクルランド330円、はい、アイスクライマー1100円、はい、ノイプロ330円。まあこれ見た限り全部購入してますね。さすがに買ってます。さすがにね。このクラスは。じゃあゲームここかな。そうですね。そこ。まあ、いきなりね。いきなりもう入ってからずっとゲームじゃないですか。なんやかんやね。来ましたね。ずらりが。ずらっと。あ、もうそのままレトロゲームコーナーあるじゃないですか。そうです。あ、ハリコここにありますよ。お、早速。あ、箱ですね。まあ。箱見ちゃうじゃん。見ちゃいます。うん。まあちょっとね、箱はね。まあそうですね。目の保養プラス藤田さんの個人枠っていうね。藤田さんの個人枠タイムを設けないと、藤田さんが機嫌悪くなるってこと、仕事にかこつけて仕事探す人です。今日割と時間余裕あるんじゃないですか、それ。いつも見せないじゃないですかって。なんか事情があるんですね。そうこれを見せるときには、いやゆっくり見せるときには何か事情があるんですね。いや今日はちゃんとね。今日多分、この僕と横浜さんが出会って、一番早く僕来たんじゃないですか、集合時間に。いつも大体6時としては6時10分とか行くんじゃないですか。はいはい、集合時間っていうのがあって、はい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 、それを夜前に一番早く来たんじゃない今日、ね、今日15分前に来たでしょ。だってそうでしたっけね。いや、ちょっとその時言えない。あ、いいいいそこは多分カットされる可能性高いって。あ、本当に、使ってね。で、ハミコンこれ 2個あって、下にハミコンが、ね、あ、結構それ珍しいんじゃないですか。ハイパーショット付きのハイパースポーツ、うん、が、4400円。ハイパーショットの箱付きは意外にいいですよ ねステモエプロ88。これもちょっと私、久々に見たかも、この箱のパターンが。そうです ねこれなんかフィルムがあって傷みやすいんですよ。そう言ってましたもんね、前ね。だからこれも、綺麗であれば僕は欲しいですよ。ちょっとフィルムはさすがに残ってないない。あ、そのフィルムあるなしでどれが変わるんですか。ね、もうこれはね、あの状態がある程度良くないと、良ければ数千、4、5千もありえるけど、基本的には安いものなんで。あ、じゃあフィルムがあってもなくてもそんなにそこまでは。箱は完全ピシッとしてれば、全体の方が重要な、そうコンディションとしてはっていうやつですね。まあ、数いっぱい出てますからね。そう、うん、でもこの状態のいいやつはほぼ見ないんで。あ、藤田さんでも。そう、そっかそっか。じゃあやっぱそれはやっぱり数が出てるタイトルでも本当の完品品はやっぱりそれなりに価値がある、ね。そう僕はちょっと一歩先を行ってるんで、3年先を行ってるんで、これが超綺麗であれば、もう本当に7、8千でも買うかもしれない。行っとくと、うん、抑えとくと。多分、一般の人は行かないですよ。行かないですね。お笑いも3年先に見えるといいですけどね。見てないとでも言うんですか。いや、これ3年先に流行るものを今からね、仕込んどけばね。まあ、だとしたら、それがね、それができたとしたら、だってもう売れてるってことじゃないですか。ちょっと悲しくなりました。そこはすぐに認めちゃうんで。いや、それは分かる人はこの世の中にいないってことを言いたいですよ。逆にね、例えばね、その最前線で活躍してる人も、その人がやってることが正解に近いだけであって分かってるわけじゃないですよ。で、何発も売れてる人ってことはもうほぼ正解なんですけどね、それがね、笑いとしてどうとかって言える人は世の中にいないんですよ、基本的にはね。
でも言うじゃないですか、皆さんね。言う言う。横浜さんとかね。そうそうそう。だからお笑いが浸透してるから、なんか多様化、お笑いの多様化。多様化というか、そのお笑い芸人になるっていうことが僕が高校生ぐらいの頃は恥ずかしいことだったんですよ。ああ。みんなお笑いって、ね、当たり前のように見てるから、お笑いってこうあるべきだって思っちゃってるんですよ、単に。それって間違いなんですよ。なるほどね。っていうお話でした。気を取り直して。気を取り直して。これちょっといいんじゃないですか、結構。ああ。これちょっと見ます。すごく良くないですか。綺麗ですね。なんですけど、ピシッとしてね、買おうかと思ったんですよ、2200円なんで、ここがね、ビリッといってるんですよね。あー、値札剥がしみたいな。そう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 、説明書なくても最悪いいんですけど、ビリッといきましたね。あのね、はい、この前、はい、すげえ綺麗なものが3000円ぐらい売ってたんですよ、はい、で、持ってったんですよ。で、袋に包まれた状態で来た時にビリッとなってたんですよ。あららら、どこっちゅう。そのお店で付けた値札を剥がす時にビリッといってたんですよ。で、買った後にビリッと。そう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 。ショック。この箱にどんだけ価値があるかって分かんない人が多いんですよ、店員さんでも。だからすげえショックで。そうだね、そのまま送ってくれよかったんだね、要は。よかれと思って剥がしてくれちゃったけど、逆にそれがっていうね。だからこれ難しいところですよ、本当に。僕がね、この管理してる人だったら、もうこれはもうきつく言っときますよ。そもそも、セロテープでつけちゃダメ、絶対に。まあ、直貼りはね、そもそもとして、ね、なんか、セロテープを丸にして、ちょっとやってるだけでも危ないんですよ。危ない。これは難しいところなんですけどね。難しいね、はい。アルバイトの子に絶対言ってくださいね、それね。全国のショップの皆さん。はい、これ気をつけてください、本当に。ファミコンこんなもんかな、骨折あり。はい、このコーナー曲がってくると横にハミコンがありますね。壁にずらっと。そうですね、裸が結構ありますけども、じゃあこの辺からいきます。はい、結構いってるやつばっかじゃないですか、ね、そうですね。やっぱ結構大詰めに来てるというか。いやー、スーチャイ3はいってないですよね。いってないんだけど、この前も88で止めてるから、これはステイですよ、やっぱり。ステイですか。うん、うちいっぱいあるけど、買う。スーパーチャンネルね、あと3だけ残ってるんですね。まあまあ、とはいってもね、はい、ということで、裸ソフト1個もいけませんでした。やばいぞ、やばいぞ、これは。藤田さん、まだある。まだありますよ。まだあるか、ね、実はですね、はい、ショーケースにまだファミコンがあるので、そこにちょっと、まあそうですね、見てみましょう。こちら、そうなん、実はこの反対側に。ああ、なるほど、はい。まあ、結構あるんで、まあ、可能性はありますね。これちょっとじっくり、うん、見てみましょう。ツイートも行ってないけど、箱付き1万3200円だもん。いや、来ましたね。これは何も、うん、まあ、裏じゃないですよね。表でしょ、これは。表のレア、うんうん。箱なしでもどれぐらいですか。我々がいくらぐらい狙いますか。これはでもね、難しいとこですよ、はい。今まで見てきた中では2、3000円だったのかな。1700円とか。そこまで。いや、むずいかもしれないですよ、結果むずいかもしれないですけど、まあでも目標としてはそれぐらいよ、現状。そうですね、だ何回も例えば2000、3000で見てたらもう無理と判断するかもしれないし、ね、もっと上がっちゃうかもしれないしね、はい。次、龍拳台、これはね、よく見るんですよ、ね、でもどこでもこれじゃない、1650円じゃない。あと1でコンプリートなんでしょ、これで。そうですね、意外と綺麗そうだから、これを行く手はあるかもしれないですね。もう諦めて、本負けした。もうどこもかしくも1650円で。そうか、確かによく見るけどってことですよね。藤田さんの時にいくら目標だったんですか。1000円切りたかった。1000円切りたかった。1000円切るのはさすがに厳しいんじゃないですかね。どこでもそれぐらいだったら。まあそれこそラベル剥がれとか、まあそうそうそう、めちゃくちゃ記入とかですよね。ラベ前のラベルがなかったらどうやっても半額以下になるし。そうですよね、十分狙える価格ではあるんですけどね。ほぼジャンクいっちゃうか。ああ、だからダメですもんね、安くても。そうドラキュラくん3個あるから。来ましたね。これもね、大体こんなもんなんですよ。大体2000円ぐらいとか。いつも審議で、意外と見るけど買ってないって。そうそうそう、これもうね、この辺で手打ちますか。3個あるから選べるし、まあ、選べますね。値段は全部一緒ですか。全部1650円。ああ、一緒なんですね。これいきますよ、じゃあ。おお。で、ライトガンダム3は購入してると思うんですよ。いくらで購入したと思います。1200円で購入してるんですよ。あ、覚えてるのね。うん、あ、すげえ。だってもうほぼ分かりきってるんですよね、この相場というか。で、バトルシティ、ありがとうございます。165と、ありがとうございます。ついに来ました、バトルシティ。これもう毎回165でしょ。いや、もう165です。
だからさっきの藤田理論でいくと、もういいんじゃないかと。なんか誰かが165にしましょうみたいなこと決めてんのこれ。いや、それ以上の価値ありますよ。名作ですよ。横浜さんって650円出してもらっていい？1000円だったら買ってるか確実に。でも1000円じゃ買えないんですよ、もはや。まあね、これも私毎回同じ反応してるし、毎回同じ藤田さん、いつももうちょいって、うん、もうめんどくさいでしょ、このやり取り。これでもシールも貼ってあるし、上の。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、行く手もあるかもしれないよね、なるほど、もしかしたらね、っていう感じか。なるほど。で、コンプリの方はどうなんですか。ドラキュラ君を買うとですね。ドラキュラ君とで、龍拳伝かバトルシティどうしようかなっていうところですかね。どっちかなんですね。両方ともここで打ち止めにしないで、どっちか見てみたいみたいなことだし、その状態のね、優勝者で決めるパターンもあるだろうし、なるほどっていうところですよね。なるほど。だってこんだけ見てきたってことは、はい、前の店に行き直せばどっかに残ってるでしょ、まだ、はい、そうですね、同じ価格で。そうとも言いますね。だからどうせ買うなら綺麗なやつとか、はい、まあそういうとこですかね、うん、なるほど。じゃあちょっと開けてみてみましょうか。そうですね、はい。ドラギラ君をまず出していただいたんですよね、はい、3つありますね。3つありますね。お値段一緒だから、一緒だから状態のいいやつを選ぶわけなんですけど、はい、表まずこうね、はい、全部同じぐらいですかね、これはね。なかなかコースつけがたいですね。うん、そうですね、はい、で裏を見てみます、はい。あー、結構わかりやすいかもしれないですね。まずこれが、はい、消えた。お、真ん中消えた。はい、消えた、はい、これじゃないですか、裏だけを見たらね。これだってキメですもん、これ藤田さん的には。茶色、茶色たすキメ、はい、まあ、普通、はい、じゃないですか。もう裏だけ見たらこれじゃないですか、絶対に、はい、で表に返すと、はい、裏のいい順番がこう、こう、こう、はい、金銀銅、はい、頭のとこ見るとわかりやすいんですよ、白いから。おお、なるほど。やっぱここが一番傷んでる、下が一番傷んでる、どう考えても。これね、ここね、はい、この白いとこね、これとこれやっぱ同じぐらいなのかな。なるほどね。やっぱ頭って重要なんですね。なんでこっち行くんですか。こっちでしょ。カメラ勝手にどうしたんだカメラ。あと上選べるか。ああ、そこだ。ああ、でもなかなかコースつけがたいですねこれ。じゃあこれにしましょう。決定。はい、ということでこのどうしようかと迷っていた忍者流剣伝とバトルシティを出してもらったんですけど、はい、表を見る限りはこの上とかもいいし、どっちもまあいいんじゃないの、まあまあ。で裏を見ると、はいはい。はい、消えた。消えた。ケイイコって書いてある。ケイイコ、ケイイコさんね。なんですかね、ケイイコさん、なんとかなるのにみたいな。ジャレコさん節かもしれないですね。で、バトルシーンなんですけど、あ、ほら綺麗。これは本当に綺麗かもしれないね。いや綺麗、綺麗だし、このラベルも綺麗だし、完璧ですね。ではこっち行きますか。ありがとうございます。いただきます。ついに、やっぱりこっちにしようかな。やっぱ嘘なんで。あ、お会計のレジ横にここにもファミコンがあるじゃないですか。あ、レジ前にありますね。本当だ。え、なんで分かれてるんですかね、あっちと。なんかお得なんじゃないですか。パラピース行ってないんだよね。行ってないの、行ってないんだけど、行ってないけどあれか、うん、165はちょっと抑えたいっていつも言ってるの、やっぱり。もちろんなんか165の壁ですね。そう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 。目標いくらなんですか。目標は1000円切りたい。ああ。いうことで、行ってましたね。行ってました。全て行ってました。お、え、師匠が、僕の師匠がいました。これはね、長いボスなんですね。これいいっすね。1万1000円そう。掃除もらえちゃう、これかっこいいっすよね。もう本当にやばい感じがビンビン出たんですね。そう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 、なんか怖い感じが良かったですよね。やっぱ藤田さん、この頃からやっぱり師匠でしょ。まあそうですね。間接的ですからね。あ、超お得。ちょっと待って、いきなりしゃべるの。この上がね、まず DS とか 3DS なんですよ。あ、ゲームボーイじゃないですね。そうそうそう、あ、アドバンスもありますけど、あ、ゲームボーイもあるけど、で、いきなりこれが見えたんですよ。ディスク系、ディスクの筋肉マン、はい、これは550円って鬼安なんですよ。おい、来た、やっぱお得コーナー。お得ですね。あ、ちょっと待って。え、これね、あのジャケットがないのと、うん、あと箱が違う。おお、なるほど。まあだからこれは550円で、なるほど、まあ一か八か買うのがいいんじゃないでしょうかね。一か八かっていうのもあるんでね、はい。で、ショーケースがあって、でここはでもファミコンなさそうですね。スガミ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 、一番気になってるところがあるんですよ、はい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 、実はね。何だと思います。多分なんですけど、はい、これじゃないですか。だって一番僕が食いついたじゃないですか、普通に、はい、そこをずっと見てましたからね。多分この人買うんだろうなって思ってました。あのですね、はい、このアクロバットミッションなんですけど、はい、これは、あのこの企画で2人で来たときに、
多分初めて見たと思うんですよ。そうですね。何のゲームなんですか。シューティングゲームですよ、これ見た通りですよ。はいはいはい。これでね、この価格っていうのはまあ妥当なんですよ。4,950円。だけど綺麗であれば、すごい買いたい価格なんですよ。X1 って書いてある、珍しいですね。なんすか X1。まあパソコンゲームですよね。まあ MSX に近い感じなんですね。はい。すごいでかいじゃないですか箱は。大体でもテレビパソコンじゃないですけど、その系のやつって大きいやつが多いですよね。小さいのももちろんあるんですけど。はいはい、中身は CD なんですか。フロッピー。フロッピー。フロッピー。カセットテープとかもあるんですけど、ここに書いてあるようにフロッピーですね。時代ですね。でも 3.5 ですよ。そっか、まだね。この前は5インチですからね。ありましたね、でかいよね。5インチの前7とか言ってましたよね、なんか。サンソフトの方言ってませんでした。これはなかなかな、もうちょっと見てみますよ。どうぞどうぞ。はい。やばいの、またぶっこ抜きましたね。あららららら、ちょっとお色気系。そうですね、エロ系ですね。渚の館。こんながあるのに目立つく、それを最初に選ぶんですか。ジャケもこの感じだね。あ、でもね、あの、はい、僕ね、これは買わないんですよ。あ、買わないですか。買わないけど、こっちにあるやつは買いますよ。え、買うんですか。買いますよ。個人枠出た。結構お高いんじゃないですか、だって。2750円、2200円、2750円、3300円、3300円。これはね、手頃ですよ、はっきり言って。手頃なんですか。あ、でも多分動作未確認じゃないかな、多分。まあ、箱付きっすもんね。本って多分ないもんね。で、普通さん、だって5インチ動かせるんですか。家ないないない、ないですもんね。ないない、コレクションで。いいっす、2200円。いいっすね。もういい、もういい、これは。これだって、おにやすっていうの分かりません、まず。いや、分かんない、すいません。だってパソコンゲーム分かんない。だって、ファミコンのカセットのみのいいっすが、だって、1000、2000、3000してるじゃないですか。そうか、そうか。これは買いますよ。行く。はい、行きましょう。あ、結構ずっしりきますね。そう、マニュアルとかも大きいし。はい、こちら。はい、リバイバー、2200円。リバイバーもう一個あるんですよね。どう違うんだろう、2750円と2200円。500円の違い。ねえ、どう違うんだろう。そういう時、藤田さん、どっち買うんですか。これはね、だったら安い方買うけど、悩むんですけど、個人で買う時はどっち選ぶんですか。両方買いますね。出た。ダブルがいい。ダブルでいきますね、そういう時は。どっちかがね、状態いい可能性もあるし。選ぶんじゃない、両方いくでしょうね。あ、すげえ、それ想定外でした。そして次、で北斗の喧嘩、3300円。これはもうね、言われてほしいです。これはなかなかね、うん、あ、NX さんって、あのジャンプシリーズ結構やってるんですよ。あ、そうなんですね。ウィングマンとかで、北斗の拳は33なんで、これは、なぜこのままよくわかんないままです、ね、いやどっちにするのかなっていう、この視聴者の方に問うてるんですね。はい、これね、そんな興味あるからね。早く食事したっていう声が聞こえますよ。なのでこれは、あ、戻すか、いや、どうするんだ。あ、戻すんですね。買います。買います。ちょっと北斗の剣なんで、北斗百裂拳もお願いしていいですか。はい、ちょっと北斗百裂拳、あたた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 ー、おめえの借金俺に来るだろうよ。4本決まりました。 X1なかなかいいもありましたね。はい、ということでね、ハードオフさんの、筑波研究学園展行きましたね。いやー、ショーケースから2個一応買ったじゃないですか、うん、選べたの良かったと思って、うん、この2つを選んだんですかね。個人的にはついにバトルシティを手に入れたっていう、ね、バトルシティは何が良かったって、この上ラベルがまずあって綺麗なんですよ。綺麗ですね。で、このドラキュラ君は3個あったのかな、うん、そっから選べたということで良かったんじゃないですかね、うん、ついにここで買ったかと。いや、買いましたね。まあ、何回か見てるんですからね。そうですね。バトルシティはもう待ちに待った、私ナンバーワンソフトと言い続けてますけどね。大体まあ1500円以上ね、ぐらいでしたね。まあ、これでようやくね、バトルシティも揃ったと。いう、楽しい、楽しい、楽しい、楽しみます。楽しみます。まあでもあれがいいですよね、バトルシティは。ほら、2人同時で潰し合いもできるし、ででと面もほら、50面でしたっけ、90面、そんぐらいいきますね、50からいきます。とにかくもういろいろバリエーションもあるし、いや最高ですよ、俺。やっぱね、星を取っていくと白いコンクリートが崩せないですね。あ、かっこいいですね、ヘビーになってね。そうね、ちなみにそっちもう一個の方の悪魔くん、
悪魔女スペシャル、悪魔女スペシャル、僕ドラキュラ君、僕ドラキュラ君、うん、これどういうゲームなんですか。これはね、はい、結構コミカルな感じなんですよ。おーおー、悪魔女ドラキュラってなんか怖いじゃないですか。でもあのシリーズなんでしょ。一応ね、でも可愛らしいんですよ。可愛いですね。だってこんな感じで出てくるんですよ、うんうん、ポップというかね。そう、うん、でドラキュラ君が、まあ、敵を倒していくみたいな。あ、じゃあドラキュラのあのシリーズの一員ではあるんだけど、ちょっとなんかドラキュラ君っていうポップな感じですよね。これも面白いゲームなんで、悪魔女ドラキュラとは違った面白さがあるんでね、うん、ぜひぜひやってみてください。わかりました。Thank you.